おはようございます。ただいまから令和4年京都市会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は席上に配布いたしておきました。本日の会議力署名者を指名いたします。寺田和弘議員と加藤愛議員とにお願いいたします。この場合、議長から一言申し上げます。本市の姉妹都市であるキーウ市を含むウクライナへのロシアによる軍事侵攻により、犠牲になられた多くの皆様に哀悼の意を表します。現状の惨状を見るに、キーウ市民をはじめとするウクライナ国民の皆様の心情は、察するにあまりあるものがあり、非常に胸を痛めております。ロシアの軍事侵攻による一方的な現状変更は、国際法に違反するものであり、到底容認できるものではありません。京都市会として改めて強く抗議するとともに、甚大な被害に見舞われた皆様が、一日も早く平和な日々を取り戻されることを心から祈念いたします。次に、新型コロナウイルス感染症について申し上げます。連日、コロナ禍の中で最前線でご奮闘いただいている医療機関をはじめとする各機関の皆様の懸命のご尽力に対し、さらには市民、事業者の皆様による感染拡大防止のご協力に対し、深く感謝申し上げる次第であります。この間、ここ京都においては、病床使用率等の着実な改善により、3月21日をもって、まん延防止等重点措置が解除されたところでありますが、全国的には新規感染者数が再び増加傾向に転じつつあり、いわゆる第7波への突入が危惧されている状況にあります。こうした中、感染再拡大の防止と社会経済活動との両立が極めて重要となっており、ワクチン接種のさらなる推進や基本的な感染対策の徹底などが求められているところであります。京都市会といたしましても、引き続き感染拡大防止に取り組むとともに、京都市や京都府、国など関係各所とさらなる連携のもと、市民生活の安心安全を守り抜くため、全力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。この場合、さらに議長からご報告申し上げます。市長から司会説明員の移動通知が参っております。この写しはお手元に配布いたしておきました。次に監査委員から令和4年1月分の例月水道検査並びに、令和3年度の定期監査および財政援助団体等監査の各結果報告が参っております。原文は市会事務局に保管してありますから、随時ご覧願います。次に、包括外部監査人から、令和3年度包括外部監査の結果報告書が提出されました。原文は市会事務局に保管してありますから、随時ご覧願います。以上、ご報告申し上げます。ご了承願います。日程に入ります。日程第1、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から令和5年3月24日までの339日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は339日間と決定いたしました。なお、今4月開会司会の審議期間は、本日1日間といたします。日程第2、請願の付託及び陳情の開封を行います。本日受理いたしました請願4件及び陳情3件は、お手元に配布してあります文書表のとおり、所管の常任委員会に付託または開封いたします。以上をもって、今4月開会司会の議事はすべて終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。